今日という日を迎えられたことを私は嬉しく思う。多くの者が傷つき、多くの血が流された。大切な人たちがいなくなってしまった。それでも私たちは前進しなければならない。過ちも正しさも等しく受け継いで、そのために今こそ皆に里のお頭を返そう。紅月、お前をまほろばの里のお頭とする。皆を導くお人となれ。お受けいたします。一つだけ皆さんに伝えたいことがあります。戸様と畿内、侍と近衛、長く里を分断してきたこの対立を私は覗かねばなりません。故に今日をもって侍、近衛両討伐隊を解散、統合します。解散と統合って？当夜役も前へ。侍もなく、近衛もなく、皆を等しく導いてくれますか。いいだろう。依存はないさ。新部隊の隊長は決まっているのか？はい、隊長はあの者を置いて他にいません。おい、何黄昏れてんだ。隊長になったんだろ、シャキッとしな。あいつも今頃草場の陰で喜んでるだろうぜ。勝手に殺すな。やれやれ、死に損なった。これから忙しくなるな。人は生まれながらに平等でも自由でもない。漆黒に縛られ生きる。だが意志する限り出口は必ずある。お前はどう生きたい？仲間とその答えを探すといい。いつか言ったな。お前が何者かは問わない。お前の意志がお前の全てだ。こうして一つの戦いが終わった。里では相変わらず小競り合いが絶えない。それでも少しずつ何かが変わっている。
この旅がどこに続いているのか、それは誰にもわからないけれど、恐れず進むだろう。彼方に見ゆるまほろばの地を目指して。かぐや様、会議のお時間です。うむ、今行くのだ。